来てくださってどうもありがとうございます。まだ10分ぐらいあるんですけど、多分初めて来られた方が多いと聞いているんですけども、ちょっと今日はですね、いろいろこのメンバーでいろいろやりたいので、最初に自己紹介だけこう何人かできる限りやっておいていただきたいんですよ。初めて見る顔の方だったら誰でもいいです。2人以上の人と必ずしてください。はい、結構予報士の方もいらっしゃいますけど、予報士じゃない方も来てるって聞いてるんですけども、はい、なんで参加したかとか、今日は天気に愛される技術とか、かなり怪しいタイトルでやってますけど、もしそれが手に入ったら、それ使って どういうことがしたいとかですね、なんでもいいんですけど、知り合い同士で、こちらでみんな知ってる感じです。よろしくお願いします。宗教会ですか？じゃあ主催者でやってみますか？主催者側ですね。じゃあ、来てくださったお客様にぜひ、どういう主催をされているか。2人以上誰でも結構です。できれば全員としてください。頑張ってみたい。はい、今日は座って聞く話は実はあんまりないです。はじめまして。西尾大学校2年生の菅と申します。田村と申します。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。もう立派なお名刺を持っておられる方はぜひ、はい、お越しください。はいはい、会社の名刺に協会って、そうなんですか。国根さんは絶対しゃべってくれます。気象協会の方でしたら、絶対国根さんと仲良くなっておいた方がいいと思います。はい、お願いします。気象大学校の人も絶対国根さんと仲良くなっていた方がいいと思います。はい、今日僕が唯一特別扱いする人です。ありがとうございます。よろしくお願いします。
もう一回、じゃあ主催者さん、今主催をされてる側と。よく知られる。今どこ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 4人商業会の55人やね54は何だろうよろしくお願いします。はい、それ別なんですか商業会と商業会の54は54は4人お待たせしてお願いします。かよちゃん、かよちゃんありがとうございます。はいはいはい。かよちゃんもお話です。まあじゃあ特別扱いですね。はいはい。おお、かっこいいじゃん。はい。石田さん、はい、ありがとうございます。萌えさん、ありがとうございます。はいはい。全部あの拡張していきますんで、皆さんが言ったことは全部拡張していきますんで、はい、あと石井萌さんと吉田剛さん、はい、つよぽん萌さん、かよちゃん、はい、はい、全体に動かしてください。
それでは時間になりましたので、気象サイエンスカフェ東京の方